読売新聞長官で日本国債国、格下げというのがありました。日付は2011年の平成23年1月28日金曜日なんですが、8年9ヶ月ぶり財政悪化を懸念というふうに書いてあります。で、格付けが載ってるんですけども、一番上が最高の AAA ですね。アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスで、次はWAプラス、ベルギー、ニュージーランド、スペイン、ニュージーランドです。で、WA がスペイン、WA マイナスが日本、中国、エイトという風になってます。で、WA プラスがイタリア、チリ、次は A がアイルランド、A マイナスがポルトガル、ボツワナで、トリプル P プラスが南アフリカ、トリプル B がロシア、トリプル P マイナスがハンガリーで、BB プラスがギリシャとなってます。